兵補とは、第二次世界大戦中に、日本軍が、東南アジアの占領地で組織した、現地人補助兵のことである。軍人ではなく、軍属に準ずる形式で、日本の陸海軍部隊の編成内に組み込まれ、日本軍将兵の指揮下で、戦闘要員あるいは労働力として運用された。採用地を離れて、ソロモン諸島やビルマに派遣された例もあり、相当数の死傷者を出した。 1941年末の太平洋戦争勃発後、日本軍は南方作戦で東南アジア一帯を占領し、陸海軍が地域を分担しての軍勢を敷いた。陸軍省は、軍務局軍事課長の西浦進大佐の構想などに基づき、占領地の現地人を治安部隊や補助、戦闘部隊として組織化する方針を立て、1942年6月に、 大本営陸軍部は、現住民武装団体の育成を前線部隊に許可した。これに基づき、オランダ領東インドのジャワ島を担当する第16軍が、同年8月、軍隊経験のあるインドネシア人男子を日本陸軍部隊の補助要員として募集する告示を行った。第16軍部隊の他地域転用による兵力不足を補う目的、 捕虜状態から解放されつつあった、元オランダ植民地軍の兵士を収容して懐獣する目的、路角兵器の有効活用を図る目的に基づく施策であった。前川慶東正は、この時期の補助要因を初期兵法と分類している。初期兵法は、旧植民地軍の元兵士が主力で、解放捕虜からの志願者のほか、解放前の捕虜が強制的に入隊させられる例もあった。 その後、1943年までに日本陸軍は、旧植民地軍兵士以外からの一般募集による大規模な兵補整備を開始した。1942年9月には、陸軍省により兵補規定が定められて、基本的な法的根拠ができ、翌1943年4月に南方軍が発した兵補規定施行最速で制度が確立された。 身分が不明確だった、初期兵法も新制度に吸収されることになった。陸軍兵法の一般募集は1943年5月から本格開始され、16歳から25歳の男子を対象に1945年3月まで計7回の募集が行われた。募集開始した頃の兵法は、現地人により独立、国軍整備への一歩と考えられ、 移食住の保障があったこともあり、死願者が多かった。インドネシアにおける兵法は最大で5万人に達したという。しかしあくまで日本軍の補助要員としての位置づけであることや、故郷を離れて前線に投入されることが明らかになると死願者が減った。このため地域ごとに教室人数を割り当てて、村長や青年団を通じて、労務者になるか兵法になるか迫るような反強制的な、 長母になっていった。ジャワ島では代わりに、同年10月に、日本軍とは別立ての形式で創設された、郷土防衛義勇軍へと志願者が集まっている。養成中だった兵法の幹部要員は、郷土防衛義勇軍の幹部に転用されたが、一般兵法の遺跡はあまり認められなかった。日本の戦況の悪化が進み、 オランダ領東インドの防衛体制強化が急務になると日本海軍も大々的な兵法の整備を開始した。1944年3月に法的根拠になる海軍兵法規則が制定され、海軍軍政地域及びジャワ島で計2回の募集が行われた。対象は17歳から30歳未満の男子とされた。海軍は 兵法登録した後に人数を絞り込む方式をとり、第1期だけで2万4千人の海軍兵法が採用されている。兵法の法的身分は、日本軍の軍属に準じる身分であった。戦闘任務に参加するにもかかわらず軍人ではなく、準軍属の身分としたのは、ハーグ陸戦条約が、捕虜の作戦関係労務への使用禁止や、占領地住民への中誠戦生強制の禁止を、 規定していることを踏まえ、同条約に違反した戦争犯罪を避ける目的であったと見られる。日本軍人の兵から可視官に準じて、二等兵補から陸軍では一等半長、海軍では上等兵補長まで7段階の階級が設けられており、功績と在営年数により昇進する規定だった。兵補の生活待遇は軍属であることもあって、日本兵に比べると若干劣ったが、 移食銃は、それなりに、魅力のあるものであった。給与は日当兵補で最低月額30ギルダーと、規定されたが、元兵補の証言によると、実際の支給額は採用直後の独身者の場合で18から20ギルダーしかなかった。給与の1、三は、競技渡しとされて元に残らず、別に1、三は、軍事郵便貯金として、強制貯金されていた。また、 軍人直輸や先人訓の暗証、軍事訓練は日本兵と同等に行われ、イスラム教徒の礼拝など宗教面での配慮が欠けたり、日本兵から暴力が振るわれたりすることは兵法の不満を高めた。教育期間は原則として6ヶ月とされた。一般募集の初期に採用された兵法は規定通りの教育期間であったが、1943年後期以降には、 二から四ヶ月に短縮されていた。初期兵法となった元植民地兵も扱いが異なり、早期に捕虜から解放されていたジャワ人の志願者の場合は一から四ヶ月の短縮教育で済まされ、他方、オランダへの忠誠心の厚いアンボン人、メナド人は捕虜収容所から解放されないまま強制的に兵法として実戦部隊に投入されたため、兵法教育も受けなかった。 陸軍兵法の場合、元オランダ植民地軍の施設などを利用して各地に開設された兵法学校で日本の初年兵教育に準じた集団生活による軍事教育が実施された。内容は基本教練や日本語教育、路角兵器を用いた戦闘訓練などであったが、後期には兵器の不足から戦闘訓練は部隊配属後とされる例もあった。 マゲラントチマヒの連勢隊では、幹部要員の教育が実施された。海軍兵法の場合、各地の特別根拠地帯ごとに採用され、特別根拠地帯、警備隊所在地で教育を行った。ボフォース 40mm 機関砲。ジャワ島の特殊防空隊で使用されたものと、基本的に同型だが、使用された実物ではない。陸軍兵法は、 公平や市長兵系統の各種兵坦部隊を中心に日本人将兵と混成で配属された。不評隊や対空部隊、捕虜収容所の警備要員などに当てられたものも多数ある。前線に近い不評部隊では兵法の構成比率が2割程度であったのに対し、兵坦部隊などでは幹部のみが日本人で兵法が多数を占めた。兵法の内オランダイの忠誠心の厚い。 アンボン人、メナド人の元植民地軍兵士は、犯行を警戒して、非武装の編成とされた。組織的な兵法の運用例として、各種の特設勤務中隊が挙げられる。特設陸上勤務中隊、特設水上勤務中隊、特設建設勤務中隊があり、物資の輸送や道路整備、飛行場建設や、人地構築などに従事した。自動車関係の部隊でも、 六角自動車の運転手に兵法が多く当てられた。日本兵だけで構成された独立自動車中隊、独立自動車大隊に相当する部隊として、特設自動車第1中隊第40中隊の計40個中隊と、特設自動車第15大隊第17大隊の3個大隊が編成されている。1943年4月12日に編成された特設自動車、 第3中隊の例では、中隊長の隊以下60人の日本人士官、下士官とジャワ人兵補約100名で構成され、トラック50両を装備していた。また、ジャワ島の第16軍令下には、1944年11月時点で、幹部以外を兵補で構成した特殊自動車隊4隊が存在した。戦闘任務の兵補の例としては、ジャワ島の第16軍が、 1944年11月時点で8個の特殊防空隊を編成していた。これも幹部以外が兵補で構成され、各中隊4門の路角母法数 40mm 機関砲を装備していた。ジャワ島やスマトラ島で兵補主体の特設不評隊も編成されている。海軍兵補は陸軍に比べ戦闘部署への配置が多かった。 特別根拠地帯例下の陸戦隊と総会部隊が主な配属先であった。兵法は採用地域での任務に従事することが原則とされたが、遠く離れた地域に派遣されるものも相当数に上った。特設自動車中隊の例では、総数40個中隊のうち半数以上が編成地とは異なった地域に展開している。ビルマ戦線やフィリピン戦線といった、 激戦地に派遣された部隊も多く、一般の日本兵と同様に戦死した兵法も多い。特に初期に採用された、アンボン人、メナド人兵法は、遠くソロモン諸島の戦いやニューギニアの戦いに、送られた割合が高く、空襲などを受けながら危険な任務に従事した。激戦地に派遣された例として、特設建設勤務第50中隊は、美役島の戦いで全滅した。 また、特設自動車、第22中隊は1944年10月に、ルソン島に派遣され、第41軍の指揮下で、ゲリラ戦を行いつつ、終戦を迎えている。タラカン島の戦いで戦死した、ブギス人兵法について、その活躍を称える、兵法募集用のプロパガンダ映画、爆弾兵法長、アマットの戦死が制作された。なお、 故郷から遠い戦場に派遣されることを不満とした兵補の一部は1944年7月23日にチラチャップで日本軍に対し反乱を起こして制圧されている。兵法48人が死刑となった。その他にも待遇不満などから数度の反乱事件が起きている。1945年8月の日本の敗戦、軍備解体により原住民軍隊解散命令が 一方的に出され、これに伴い給与、解除手当、食料、被服の支給等が取り決められたが、兵法のほとんどは何の理由もなく解散させられ、兵法の制度が廃止された。強制貯金分は払い戻しされないままとなった。第7方面軍は8月18日に兵法の解散命令を発している。終戦時の兵法の総数は、ジャワ島の 第16軍の報告では2万5千人とされるが、スマトラ島やマレー半島、ビルマやニューギニアなどた地域に展開した陸軍兵法が2万7千人以上あり、海軍兵法も合わせると7万人程度と推定される。遠征先で解散となり、帰国不能となる兵法が多数生じた。また、日本政府によるインドネシア激戦地での遺骨収集の際、 兵法の遺骨まで日本に持ち帰るということがあり、これを契機にインドネシア元兵法中央協議会が結成され、日本政府に対し、戦場や陣地で連合軍の銃弾が日本人兵士とインドネシア人兵法を区別して飛んで、来たことは一度もなかったという信念のもと、正式な文書による解雇と、解雇時の二階級特進、元日本兵と同等の扱い、 給与の転引貯金の返還を求めた。この回は約3万5千人の元兵補と戦死者の妻を把握している。なお、元兵補からは同じく日本軍の養成した共同防衛義勇軍の将兵とともにインドネシア独立戦争などの武装独立運動に参加するものがあったが、独立達成後の新国軍では格段に少数派にどまった。元兵法のうち、 アンボン人やマナド人など、キリスト教系の旧植民地軍兵士の中には、再進出してきたオランダ植民地政府側に立って、戦うものもあった。兵法は、郷土防衛義軍などと異なって、あくまで日本軍の一部としての存在であった。日本軍の広報補助兵力の小さな割合を占めただけであったことから、あまり重要な存在とは評価しない見方が多い。 インドネシア国軍では、現地人指揮官が率いた、共同防衛義勇軍を、事故の起源と規定する一方、兵法については、他民族支配下の存在として、オランダ植民地軍の現地人兵士と同志している。しかし、兵法の兵力の多さや経験から、戦後の武装独立運動への寄与は相当大きく、また、現地人の民族ごとの貴族意識やアイデンティティの文化を流し、 民族間対立の顕在化につながったとする評価もある。ありがとうございます。